はい、ご無沙汰しております。今回はベルライトでいいのかな、こちらのゲームをプレイしていこうかなと思います。何やら中世ヨーロッパの世界で村を作れるのかな、で戦闘とかもある、まあシミュレーションだったりアクションだったり、まあ街づくり村づくりとかができるタイプのゲームらしいんですけど、まあ、最近までやっていたゲームに酷似していて、私がやらない理由がないなと思ったので、ぜひ今回からこのゲームをやっていこうかなと思った次第です。はい、早速やっていきますか。新しいゲーム、ちょっとね動作確認とかもしていない状況で始めちゃってるので、そこら辺の設定いじったりはプレイしながらやっていこうかなと思います。なんかコープももうあるらしいね。一応これアーリーなので、まあいろいろバグとかもあるでしょうが、そこら辺はお察しということで、全然僕には問題ないかなという感じでやっていきます。あ、でキャラクリがあるんだね。最近そうだな、女性が多かったから今回男性でいこうかな。どうしようなんかヒゲ押すね。ヒゲ押すんだったらヒゲ似合うキャラにしようかどんなキャラにしようかな。はい、じゃあキャラはこんな感じでいきます。名前に関しては、まあ、今回はドストレートに潜り、まあ私自身だよね、で行こうかなと思います。これでゲームを開始。どんな感じかな。いや音楽がね、いつも言ってるけど音楽がかなり良さげなんだよね。やっぱね大事なのよそういうのも。まあ早速やっていきましょう。はいはい、オープニング、いやこれローディング画面か。いやいいよね、もうねやっぱ好きなのよね、この土の匂いがする感じってのがね、もうたまらん。何回やってもこの風合いは飽きないわ。本当に好きなんだなって自分でも思うもんな。いやいいよな、なんかこういうところで生活したらやっぱコンビニとか恋しくなるのかな。でもちょっと憧れはあるよね。いろいろ不便さはあるだろうってことはもう100も承知の上なんだけど、いやいい風景。あ、始まるかな、始まりそうな感じがするね。始まった。 Isn't it funny? おっと、ちょっと待って、ちょっとこれやり直すわ。あのですね、多分これ字幕日本語化されないね、まだ。はい、なのでこのまま行くしかないっぽい。ちょっといろいろ見たんだけどね。うん、なんて言ってっかな。The day you visited your favorite woods on your 10th birthday?Was it destiny that the royal family were hunting there at the same time? From a tree on high, you watched as Prince Voldar and Princess Osen laughed, talked, and tracked wild animals without a care in the world. And you watched in helpless horror as a stray arrow bolted through the trees, hitting the prince in the chest like a lightning strike.Just like that, the prince was dead. And when the princess found you standing over her brother's dead body, it felt as though the gods were playing a cruel trick on you all. In the panic and confusion, you ran from the scene as fast as your legs would carry you. Fueled by rage and grief, the king demanded the head of any child who fit your description. Fearing for your life,Your father asked a friend to bring you far away. Away from the king's wrath. In the middle of the night, you were taken from your home and brought away on horseback. In tears, you called out to your mother, but it was too late. Your old life was over. For years,You hid from the royal family, your resentment growing. You heard stories of your homeland, the rise and fall of a rebellion, the death of the king, and the reign of the evil Queen Osen. But on the eve of your 20th birthday, your guardian,
the man who smuggled you out of Carvinia and kept you safe all these years, was brutally killed by a mysterious assassin. As he died in your arms, his hand clutched a coin with a strange sigil emblazoned upon it, a clue. Now, you have returned to your homeland for answers. Through choice or through fate, vengeance would be yours. But how will you fare in a land you no longer recognize? だそうです。ちょっとこれ編集段階で和訳つけようか。今現状では私ストーリー全然分かんなかったけどね。はい、ということで始まりました。まあアーリーなので、和訳は中途半端ではあるけれどもなされているっていう状況らしいですね。いやー、いいじゃないの、いいじゃないの。ローランドの物語。ローランドは5つの地域の中で最も貧しく最も古い地域の一つで、住民は主に農業で生計を立てています。最悪のために、人々は自分たちで食べる分を確保するどころか売るのに十分なものを生産するのもやっとです。現在の支配者であるアッシュボン卿は残酷で、女王の命令よりも高い税金を好んで課し、自分自身に多額の利益を与えています。あ、だからこのアッシュボン卿の圧政から人々を解放してやるっていうようなところなのかな。かつては美しく繁栄した場所でしたが、今では何年もの苦難が村全体に現れ始めており、その影響は村によって異なります。まあ結構戦闘があるゲームっていう話は聞いてたので、割とナラティブタイプなのかな。で、左上のゲージが、まあ、HP で、緑はスタミナかな、緑スタミナだね。で、食事はこれバフなのかな、バフゲージなのか何なのか、まだちょっとよくわからないけど、とりあえず答えを探すって書いてあるから、答え探すか。ちょっと待って、何の答えを探すのかわかんないんだよね。あ、で、まあ当然サバイバル要素もあるので、こうやって、採掘とかもできるということだね。まあ村を作るってなったら採掘とかそういうのは絶対必要だもんな。だ、ちょっと待ってね、あのバックボーン少し俺調べてみるわ。調べてからまた開始するわ。はい、すいません、ちょっと確認してまいりました。やっぱり王子殺しの濡れ衣を着せられたって話だね。多分動画としてはもう翻訳載せてるだろうからみんなは分かってると思うんだけど、で、その濡れ衣を着させられて、で、お父さんお母さんも殺されてしまった状況で、その真相を探るためにこの土地に帰ってきたと。そしたら圧政が引かれてたから解放するって話だね。石取れるね。ストーンらしい。ドゥーン言うんだ。ドゥーン。まあ、なんだろう。なんか、最近のゲームってさ、割とこう、王様がこう、悪い存在として描かれる。まあ要するに中世ヨーロッパっていうのがさ、暗黒期みたいな形で描かれることってよくあると思うんだけどさ、まあ必然の流れでもあったとは思うんだよなーって個人的には思っていて。あ、え、雨もう手に入るんだ。早い。雨も手に入る。で、種とかも手に入ってるっぽいね。それ以外にもなんかちょこちょこ手に入ってるけど、とりあえず、こっちでいいのかな？マップ的にはこっち側にびっくりマークがついてて、で、ドブロン・ヨークリンって人がいるっぽいんだよ。マップこれで拡大できる。あ、いいね。好きよ。自分でマップ埋めるタイプか。でかマップでかこれがマップの全容らしいです。まあ、アーリー段階でどこまで遊べるかは、かはわからないですけど、このハーディーンに向かえばいいんだね。で、やっぱり戦闘が結構ね、重きを置かれてるゲームらしくて、スキルツリーとかもあるっぽいんだよね。これはテックツリーか。インベントリがこれで、建築はここからやるのね。で、あ、建築に雨使うんだ。で、テックツリーと。まあ、クラフト系のゲームにはよくあるものですよね。どのくらい？あ、結構あるね、もう。結構あるよ。いや、いいよね。こういうのワクワクするよな。ちょいちょいやっぱりまだ翻訳なされてない部分があって、これ何語だ？でって書いてあるからこれフランス語とかかな？まあそこら辺はちょっと雰囲気でお察ししながらやるか。まあとにかくこのハーディーンだね。おお、いいじゃん、いいじゃん。
なんかちょっと前までさ、私メディなんたらってゲームをやってましたけど、あれとはまたなんか風合いが違うね。結構画質は良くしてるんですけど。ああ、いいね。いいよいいよ。でここがハーディーンの村で、占領中って右下に書いてあるから、まあ、何か解放してあげることが必要になるって感じか。とりあえずドブロンに話聞こうぜ。いやワクワクするわこれ。ドブロンどこだ、こっち。あ、びっくりマークついてんね。あなたがドブロン。あ、こんにちは、ドブロン、エフキーね。私たちは話をする必要があると思います、旅行者よ。あなたはここら辺で新しい顔です。そして新しい顔が現れることはこの村にとってめったにいい結果を。おうおうおう、私はまず第一に私の村に義務があります。私はあなたが誰でなぜここに来たのかを知る必要があります。まあ濡れ衣を晴らしに来たわけだよね。これどうなんだろう、選択肢で何か展開が分かれたりとかあるのかな。とりあえず素直に答えるか。私はあなたに危害を加えるつもりはありません。私は答えを求めてローランドに来ました。ローランドっていう、エリアの中のハーディーンって村ってことだね、はい、しかし公然と話すことは今日では死刑判決になりかねません。あなたが質問している限りあなたは私たちを危険にさらしています。だからやっぱり王様が圧政を敷くタイプの中世ヨーロッパの国ってことだね。まあ、フランスなのかな、話してるのは英語だったけど。とりあえず滞在許可だけいただければいいかな。ノー言われた。いいえ、でも村の外れに小屋を建てることを許可します。準備ができたら持ってきて、あなたの生活費を稼ぐことができるかもしれません。ああ、それは許されるんだ。じゃあそれで結構です。はい、健康と怪我、睡眠はあなたの HP を完全に回復させる。はい、まあよくある感じだね。あなたまたはあなたの仲間が戦いに負けると彼らはリスポーンしますが、一定時間負傷する。あ、なるほどね。リスポーンは多分仲間たちもする、死んでいなくなるタイプじゃないってことか。結構なんかね、対舞台を組んで戦っていくみたいなこともできるらしいから、まあ、そこら辺が多分このゲームの醍醐味なんだよね。で治癒する前に再び負けると永遠に死んでしまいます。やっぱあんのかこういうの。俺苦手なのよ、仲間がいなくなるとかそういうの。なるべく死なせたくないな。 OKOK、 じゃあ、まあ、ちょっとチュートリアルに習って進めていくか。え、何ですか。次は、小屋を建てると、B から小屋を建てることができて、でそのためにはリソースが必要だと。あ、建て方もなんかちょっと面白いんじゃないのこれ。はい、まあ、ちょっとやりながら見ていこう、細かいことは。で既存の村の近くに建物を配置することはできないと。あ、まあそれはそうだよね。はい、 OK。 じゃあまあ、見晴らしのいい場所って言っても、まあ、あんまりまだ望めるものはないだろうから、適当に離れた場所、建てられる場所に建てるか。いやー、いいね、お兄さん。あ、商人とか。はい、私の素晴らしい商品をご覧になりたいですか。見せてください。マッシュルームシチュー、矢とかやっぱ撃てるよね。で、まあ、斧の武器、まあ斧つるはしとか、そこら辺の基本的なクラフト、ツールとかは買ったりもできると。まあ自分でも作れるだろうね。ええやないの、牛がいるぞ。牛が、牛出ちゃってるけどいいのかな。いやー、やっぱ好きだこういう世界、なんか癒される。この土の匂いを感じられる、ゲームで感じられるってのはすごい好きなんだよ。なんかまあ日々どこで暮らしてるかにもよるかとは思いますが、私自身あんまり感じられてないので、日々の生活で嬉しいよね。ここら辺建ててくださいと言わんばかりだよね。ここら辺行けるかな。村は近いんだよね。ここで B キーで、建てられるかな。木材10個これ持ってるんだろうか。配置する F キー、これで、あ、これでいけんのか。あ、なるほどね。建設予定を立ててから資材を突っ込むタイプか。じゃあここに、あ、これで置ける？置けた。
これで私有小屋建設資材を追加する。クリックでもされないから、多分私木材持ってないんだな。ってことは斧を作らなくちゃいけないっていうところか。インベントリで、あー作れそうだね。インベントリから簡易用の作れるっぽいね。ただ木材が足りない。いや、木材を手に入れるための木材をどうやって手に入れるのっていう話なんだけど、そこら辺に枝とかが落ちてたり、あ、やっぱ伐採ツールないとダメだよね。木材はどうやって手に入れるタイプですか？これある？これ置いてある？これいける？あ、これいける。これ木材じゃない？あー、取れるね。木材を手に入れるための木材を拾わなくちゃいけないところから始める。ここら辺でいけるかな？これで、斧作れるかな？あ、いける。これで作、ん？あ、長押しで、あ、作れた。あー、インベントリ2個分消費するんだ。で、これは、スロットに1番とかに入る。はいはい。1番に入って、装備は3番までしか入んないのか。で、4、5はまた違うものなんだね。これで1キーを押すと、は、装備できた。これを、伐採に使うと。これでいいのかな？あれ？あ、いいらしい。あ、このゲームはこういう木の倒れ方をするんだね。個性出るよな。で、丸太。あれ？丸太じゃないよな、私が欲しいのって。丸太じゃなくて木材なんだよな。木材じゃないと建てられないんだけど、これ丸太にして、これをさらに切ることって可能なのか。ため攻撃みたいな、なされてるっぽい。ちょっと待って、これ長押しでため攻撃なの？あ、ため攻撃あるこれ。そういうことね。で、これ木材にならん？これさらにバラしたりしない？これ違うぞ。こういうことじゃねえな。じゃあ木、うん？あれ？丸太拾えねえぞこれ。丸太インベントリがいっぱい。え、うわ、でかっ。こういう感じで占有するの。あー、じゃあ一回持ってく。でも多分丸太違うんだよな。これで建てられないんだよな。あれ、あー多分食事バフも切れてるからか、スタミナの減りがめちゃくちゃ早い。だからこれ食事取らないことで死ぬことはなさそうだけど、すごい不便するよって話なんだろうな。で、これで追加する。え、ちょっとよくわかんない。これあれかな、私有小屋の右に書いてあるマークが必要な資源を表してて、これ多分木材を表してるんだろうな。で、クリックしても反応しないからもう持ってないってことなんだろうな。ちょっとだけ余分に私木材を持ってたんだ。あれ？で、これは何これ、わかんない。やっぱ新しくゲーム始めると何もわかんないよな。じゃあ細い木とかは木材になるかな。これだったらどうかな。あ、木材って出てる。あー、なるほど。太い木だと丸太になっちゃうけど、細い木だと木材なのね。そういうことか。で、これを持っていけばさらに建てられる。スタミナの減りえっぐい。雨を追加する。雨も持ってるんだよね。これは？はいはい、木材を追加する。うん？こっちに置いちゃったけど、あ、多分ここに置くと NPC たちが運んでくれるみたいなことになるんじゃないかな。でもそうなると私これいける？あ、私自身も向こうからアイテムを持ってくることができるのかな。そういうことなのかな。面白いな、今飛んできたね。やっぱり個性出るよな。こういうクラフト方法なんだ。このポインターに合わせてアイテムをはめていくんだね。へえ、なんかありそうでなかった感じだな。こことどこだ、ここでなんかどんどんポインターが増えていってるような感じだね。あー、でももうちょいか、もうちょい足らない。あと何が必要かな。
居住地、この欄からあと何が足りないかっていうの確認できないかな。71% 完了していて、木材4ってなってるから、あと木材だけでいいのかな。優先順位とかもあるね。あー、いいなー。いろいろ NPC がわちゃわちゃするタイプのゲームなんだろうな、これも。ここなんかどんどんポイントが増える。あ、どれだけ必要なんだよく分かってない。で、中に入れて、できたー、できたらしい。あなたはテクノロジー階層のロックを解除した。私有小屋、この小屋はあなたに個人的な眠る場所とプライベートチェストを提供しますと。一応表示しとくか。まあ最初の掘ったて小屋だよね。まあすごい荒い家だね。まあここから始まるんだな、親殺しを、冤罪を着せた人を探す旅が。まだ寝るには早すぎる。夜にならないと眠れない。で、宝箱、ちょっと丸太入れとく。これ何なんだろう、やっぱでけえめちゃくちゃ占有するじゃんね。チュートリアル的には家を建てたのがチェックついたから、またドブロンに話しかけに行く。ただし明日になってからねってことらしいので、まあまだ寝れないし、少し資源集めつつマップ軽く埋めたりしよっかな。結構でかいぞこれ。あ、ちなみに松明作れるから今のうちに作っとくか。松明だけ作っておいて、これ作れる？あれどこ行った？落とした。これを、2番スロットにとりあえず入れて、これで明かりだよね。はいはい。で、まあ消耗は激しいだろうから、木材1個でできたから、すぐなくなっちゃうものではあると。これもう眠れるかな？どうだ？あ、眠れる。朝まで眠ってください。はい、そうします。結構この重い音が、ベルライトの特徴なんだろうね。日に冬まであと5日？冬やばそうじゃない？これ服装どうにかしないとって話だよね。えぐいくらい天気悪いけど。じゃあちょっとドブロンさんにまた話しかけに行くか。いきなり好転。やばい、腹減ってるから全然走れない。スタミナの消費がマジで一瞬なんだよな。あ、もう走れない。地道に、まあこれも歩いてるわけではないが、地道に進むしかね。食事のいい取り方教えてくんないっすか。これなんかいろいろタスクみたいなものがいっぱいありますけど、とりあえず話しかけるか。またあなたですか。そうですね、翌日来るって言ってたろ。私にあなたの信頼を得る機会を与えてください。私が失敗したらあなたを一人にします。これ脅してない？あなたに言っておきましょう。大丈夫かな。実際解決できる問題が一つあります。もちろんあなたがやる気があるなら。あ、何か依頼を出してくれる感じか。ここは特に山に近いので寒くなります。暖かく過ごすには毛皮、ウサギの毛皮、または狼の毛皮が必要ですが、私たちのハンターは、まあ私たちは村での支払いの仕組みについて少し議論しました。あー、多分ハンターと反りが合わなくなったのかな。金銭面で折り合いがつかなかったとかそういう話か。ルボミルいた。ちょっとご飯くれんか、ルボミル。話す。何を探しているのですか？森の中を一人でさまようのは危険です。この地域に住む狼や盗賊について聞いたことがありませんか？いや、まだ出会ってないしな。あなたは狩猟タイプには見えません。それであなたはこれ何をしているのですか？お、これで狩猟を教えてもらって飯食えるパターンか。私は彼らと一緒に仕事をするつもりはありません。ドブロンは私の技術を尊重せず、私があの呪われた村に貢献してきた全てを評価しません。彼がそうするまでは彼らは自分たちで身を守ることができます。私がより良い給料を求めた時、長老はノーと言い、実際には二度と尋ねないように警告しました。ある時私は彼の行動について強盗に話すとさえ言いました。なるほど。あそこの村に圧勢を引いているアッシュボーンの影響によって、まあ、このルボミルっていうのはまあ追い出されたっていうところなんだろうな。
で給料もくれないし、まあ爪はじきにあったと。だけど爪はじきにした村長あの村自体も、ハンターがいなくなるから困ってる。どうにか仲良くしたいって状況ではあると。はい、取り決めをしましょう。あなたには罠が必要で、私はそれを作る方法を教えてあげることができます。そうすれば、おうおうおう、あなたは物事を成し遂げることができる人のように見えます。なぜだか分かりませんが、あなたの頭の中では多くのことが起こっているような気がします。はい、私という妖精が入っている。あなたが私を保護し食べ物を提供してくれるなら、私はあなたに加わります。お、仲間になる。はい、一緒にこの土地で互いの生活を楽にすることができます。協力できますか。お、いきなり仲間になるのか。私がルボミルに食べ物を提供する。そうしたら仲間になってくれると。一応可能だって言っとくけど、あー、いや、むしろ私が食事を恵んでいただきたいんだけど。あー、そう、私恵んであげなくちゃいけないことになっちゃったな。さあ、どうしましょうかね、これ。とりあえず木材拾って、なんかここら辺売ってお金にして食料を買えないかな。キノコとか取れない？あ、取れる。あ、これ食べられる。ちょっと待って、キノコこれ食べられるんじゃね。これで健康プラス16、エンジュアランスプラス14、これで右クリで消費ん？長押しか。で、そうするとここにマークがつくんだな。この状態があると多分スタミナ回復も多少マシになるってことだね。多分そういうことだね。で、より良い食事を使えば、そこら辺の体調管理も楽になるということなのでしょう。わかったわかった。興味のあるポイントって書いてあるんだよな。ここら辺に、なんだ、興味のあるポイント、なんだこれ、読めないぞ。 F キー、なんか興味深そうなものがいっぱい入ってる。ちょっと待って、これはさすがに、石とか捨てて、木材も捨てて、ここら辺はちょっとちゃんと取ろう。どれだ、この中に入ったか。古びたコイン、カルベニアで防政が敷かれる前の時代の古いコイン、長老に送ると村の信頼が高まる。あー、こうやって取り入ってくためのアイテムか。で、能力または検査画面であなたの入植者の能力を拡大するために使用できる。あー、多分その村管理をするための能力値も高めることができるってことだね。はい、これももらって、小さな調理された肉の塊、小さな揚げ肉の塊、これももらっとこう。これ食べようぜ、肉も。右クリ、うん、これでバフ入った。3つ分までスタックできるんだね、食料バフは。で、異教徒の祠、はい、ハーディーンの近くにある異教徒の祠。あ、これは多分あれだな、バックボーンがわかる資料として得られた何かだな。とりあえずタスクこなす。住宅テントを建てて新しい仲間の寝床にしてください。これさっきさ、私が寝床建てた場所、ここに行って、ここに建てましょうか。多分もう項目としてはあるんじゃない。あ、増えてる増えてる、もう結構増えてるな。便所とかもある。あ、こういうのちゃんと置かないと NPC たち困っちゃうよみたいな、そういうシステムかな。で、私が建てるべきはこれだね、住宅テント。木材9、雨6で出た丸太に。OKOK、 これを使って建ててあげよう。配置する。まあ私の家の横に建てようか。ここにほいと。これで建てるのは、建て方はさっきと一緒だね。で、知識の書、これらの書物には貴重な知識が詰まっています。え、そんなの手に入れたっけ。ああ、さっき手に入れた書物のことか。まあ、せっかくだから使ってみるか。スキル習得を大幅に向上させることができますが、より高度な書物からは十分な知識を得る必要があります。ああ、なるほどね。スキルを得るためには一定のレベルが必要っていうことだね。初心者用の本、有能な本、熟練の本、マスターの本ってことか。これ何なんだ。肝心なところがフランス語で書かれてるから、多分フランス語。
何の本なのか分かんないけど、ちょっと使ってみます。あ、弓術を上げることができるのか、これで。はい、プラス弓術の本を読んでいます。長押しか、これ。右、これ時間経過かな。これ時間経過が必要なんだな、本の効果を得られるためには。じゃあ結構見つけたらサクサク取っといた方がいいってことか。これ割り振りは結構全てフルに10まで持っていくこともできたりすんのかもね、知らんけど。まあ立てましょう、立てましょう。どんどん追加しよう。丸太だな、俺さっき丸太預けたよな。丸太1個取り出して、取り出せねえ。で丸太を1個取って、で丸太を突っ込むと。もう1個必要なんだよな。おで、あそこにバラバラって置かれたけど、これをさらに私自身の手で組み立てる。これ NPC にやってもらったらどれだけ快適になるのか気になるよな。これ別に丸太からバラしておく必要なくなかったか今。おできた、住宅テント。このテントはあなたの入植者に避難所を提供しますと。2人しか収容できないので必要に応じて十分な数を立ててください。これ子供ができたりとかもするのかな。男と女で入ると何かが起こったりするのかな。下世話かな。これ管理画面、管理画面はノティフィケーションズでいいのかな。ここら辺が管理画面っぽいよな。まだ、居住者はいない。またルボミルに話しかけて入るように言うってことかな。じゃあまたルボミル話しかけるか。まあ私が住んでる場所と大して見た目に変わりはないよね。いた、ルボミル。これで私の第一村人。お、何かが進んだぞ。いい知らせは？私の新しい家はできましたか？おー、ステータス出た。あー、これは何ダイナスティだろう。やっぱりこうやって、ステータスにいろいろ特徴っていうのがついてて、適材適所で何か仕事を割り振ったりっていうのができるんだね。あー、このタイプだよね。だとは思ってたけど、こういうの楽しいんだよな。で、名声が十分です。60、53。これか。これが名声なんだね、この左上の数値。まあ、これも何レピテーションなのかわからないですけど、まあ、多分クエストこなしたりなんなりで上がってく数値だね。で、この数値が足りないと多分新しい村人が来ないっていう、まあ何ダイナスティなのかわからないですけど、そういうシステムだろうね。準備ができています。あなたは私に同行できます。さて、トラップの作り方と仕組みを教えてもらえますか？お、始めましょう。私のために研究机を作りなさい。おー、なるほど。私はあなたにそれを作れるのかな？何かを捕まえる効率を高めるために、それを密林に置くべきであることを覚えておいてください。わかりました。お、お、あなたの村人。来た来た来た。あなたの村人はいつでも3つの役割のいずれかに割り当てることができる。労働者、居住地で制作と生産ができる。仲間、あなたと一緒に旅をする。あ、いいね。警備員、あなたの居住地をパトロールし、危険から守る。あ、レイドとかもありそうだね、これ。あ、いいね。なんか、何ダイナスティかはわからないけど、さらにそのシステムを細かく、役割を与えたっていう感じのシステムだろうね。ちょっと何ダイナスティかわかんないんだけど。で、これは、命令を与えて、あ、部隊たちにどこどこに行け何をしろって指示を与えることができる。あ、祭祀とかもしてるよ。あ、だから私のインベントリが少ないのを彼らが補填してくれるっていうシステムか。なるほどね。いや、面白そうよ、これ。で、あなたとあなたの村人が十分に栄養を取ることが不可欠です。あ、村人たちも当然やっぱり腹が減ると。いやー、ここら辺のタスク管理もね、楽しいんだよね。食べ物が良ければ良いほど長く働くことができると。OK。まあ、夜になっちゃったね。一回帰ろうか。あ、仲間って右上に出てるな。ちょっと、面がしけてる気もするけれども。まあ、いいでしょう。まだ大した生活は与えられてないからな。で、仲間に対して命令突撃追従。これ何ブレードかわからないけど、
命令、あ、何ブレードだなこれ。私も動きながら命令を出すことができるんだな。ここに移動だったり、あ、収穫することが、これで直接指示出せるね。木材を収集ってやってみる。何ブレードだろうか。命令出したけど、スンとするけど、いや、何もやってくんねえよ、こいつ。いや、行けよ。いや、行けって。私の仲間だろ、もう。行けよ。いや、やれし。どうすんねん、これ。